エンゼルスの大谷翔平投手は2日日本時間3日本拠地エンゼル・スタジアムで行われたアスレチックス戦に2番指名打者で先発出場した2打席凡退で迎えた5回の第3打席で左翼戦2塁打を放ち3試合連続安打をマーク4打数1安打で打率に割り五分五輪となったチームは3対1で解勝し 8月白星スタートとなった左腕コールアービンを捉えたのは5回2アウトだった内角フォーシームを詰まりながらも逆方向へ左翼戦で弾む打球で一気に2塁へ進んだ塁上で笑顔を見せたが得点にはつながらなかった初回ノーアウトはショートゴロ3回ワンアウトはセンターフライ8回先頭はショートゴロに打ち取られたこの日の試合前にトレード期限を迎え去就が注目されていた大谷は残留することが決まった 1>, 前日1日は休養費でフィリーズへ移籍することになったシンダーガードローレンゼンらとリフレッシュフィリーズ移籍となったマーシュとはグータッチ移籍の挨拶を受けた3日同4日の同戦で自身初の10勝目をかけて先発マウンドに上がる勝てば両リーグでは1918年ベーブ・ルース当時レッドソックス以来104年ぶりの2桁勝利2桁本塁打の偉業を達成する エンゼルスのペリー・ミナシアン GM が2日、日本時間3日、コンオフに積極的な補強策に打って出る考えを示した。大谷は来期オフに FA の権利を得る予定で、それまでに再契約ができるかどうかを問われると、交渉ごとに関してはどの選手も詳細は明かさないが、我々は昌平を愛しているし、彼もここでのプレーを楽しんでいる。我々が欲するプレイヤーだ。 そういう選手にいてもらいたい。この先どうなるかは見ていくしかないと話すにとどめ、交渉過程については言及しなかった。米メディアによると、ヤンキース、パドレス、ホワイトソックスなどが大谷の獲得を目指したが、球団が手放す考えはなかったと伝えていた。エンゼルスは2日のトレード期限最終日に先発シンダーガードと外野手マーシュ、抑えのイグレシアスを放出。 主力を手手放して売り手に回った再契約する際はメジャー史上最高の年俸になるのではと噂されているが故障で離脱しているトラウトレンドンの高額年俸者を抱えており大谷への資金を捻出できるのか懐疑的な見方があるさらに勝ちたいと語る大谷に対しチームが強くなる前向きな方向性を示せるのかも疑問符がつくトレード期間が終了し 年俸2100万ドル約28億円の先発シンダーガード4年総額5800万ドル約77億円のイグレシアスと高額年俸選手を放出オレンジカウンティレジスター市のエンゼルス版ジェフ・フレッチャー記者によると約5900万ドル約79億円を節約したというミナシアン GM はオフに積極的に動くことを楽しみにしている と語ったこれまでにミナシアン GM はマイク・トラウト外野手大谷翔平投手の2人を中心としたチーム作りをしていく考えを示している2023年オフに FA となる大谷との契約延長にはメッツのシャーザーの史上最高年俸4,333万ドル約58億円を超えるとも言われる巨額資金が必要だが。 オーナーはこのチームに間違いなく多くの投資をしてくれている。ロースター編成をもっとうまくやる必要が私にはあった。結局は私の責任だ。コンオフに再契約を目指すだろう大谷以外にも目を向けてチーム編成する考えを示した。昨季中にプホルス。今期開幕前にアップトンを事実上の戦力外とし、6月にはマドン監督を途中解任した。 最終的にメジャーリーグとは勝敗で判断されるもの私はそれを十分理解しているメンバーが故障がなく健康であれば勝てるチャンスはあるもっと選手層を厚くしたいと語ったただチームはマイナー組織での有望株が少なく劇的に変化するかは微妙だ今期のように主軸が故障でいなくなると急に弱体化する恐れもあるメジャーリーグは2日 日本時間3日トレード期限を迎え駆け込みでのトレード成立が相次いだ大谷の去就が注目を集めていたエンゼルスは最終日にブランドン・マーシュ外野手ノア・シンダーガード投手ライセル・ギグレシアス投手をトレードで放出期限最終日に慌ただしく動きを見せたまず動きがあったのは24歳のマーシュだった昨年7月にメジャーデビューを果たした若手はフィリーズへと移籍 若手有望株の22歳ローガン・オー・ハッピー星との交換トレードとなったまた期限が迫る中でトレード候補の一人として上がっていたシンダーガードもマーシュと同じフィリーズへのトレードが決定したこの日のアスレチックス戦で先発登板予定だったが先発当日にトレードが決まったエンゼルスには2016年全米ドラフト1位のミッキー・モニアックガイ野手ラ若手有望株2人が加わる さらにイグレシアスはブレーブスへとトレードに。サクオフに4年総額5800万ドル、約77億円で契約を延長していたが、その契約1年目で放出されることになった。交換要因としてブレーブスから38歳のベテランジェシー・チャベス投手と26歳の若手タッカー・デビッドソン投手がエンゼルスへ移籍する。一方で、大谷は今季はエンゼルスに残留することに。ヤンキースなど複数球団がトレードに動いていたとされるが、 エンゼルス側に放出する意思はなかったとされている。マーシュ、シンダーガード、イグレシアスと3人の主力を放出して売り手に回ったエンゼルス。今後、この動きがどう出るだろうか。